ゆずきのかなさたび、久しぶりですね、かなさたび。久しぶりだね。1ヶ月ぶりくらいになってます。ね、まあ、お久しぶりです。お久しぶりです。毎日会ってます。はい、ということで、はい、本日10月17日は皆様何の日かご存知ですか？はーい。いるみたいだね。はい、本日10月17日は沖縄そばの日です。みんな大好き沖縄そば、はい、沖縄そばですが、これまで私たちはもうたくさんの沖縄そばのお店にいてたくさん美味しいおそばを食べてきたんですけれども、以前沖縄そばのお店10選を皆様にご紹介しているんですが、本日は第2弾、沖縄そばのお店をご紹介していきたいと思います。はい、はい、では年上ルート、かなさんから。まず一つ目のお店が首里にある新部長さんです。なー、はい、美味しい。私たち研修で行かせていただいたんですけれども、まず何よりも雰囲気が本当に良くて、うん、国の登録有形文化財に指定されている赤瓦の古民家で美味しい沖縄そばを食べることができるんですけども、本当に畳のね、あのもう何だろう、ゆったりできる雰囲気の中で食べる沖縄そばが絶品ですね。美味しかった。美味しい。あのセットのさ、ジマミ豆腐が美味しかった。本当に美味しかったですね。もちもちしてて、そう、沖縄そばで単品でも食べれるんですけれども、セットで、ね、食べるのもおすすめですね。ジューシーもあるし、ジマミ豆腐もあるし、沖縄の美味しいものが詰まってる。もずくまんとか。美味しかった。美味しかったね。行きたい。行きましょう。また駐車場もあるので、ぜひ行ってみてください。はい。そして2つ目のおすすめの沖縄そば屋さんは四季田そばです。これも那覇市にあるんですけれども、あの那覇市民体育館の隣にある四季田そばですね。大きな看板が見える四季田そばなんですけど、このアーサのつけ麺が美味しいんですよ。つるつる麺、つるつるのつけ麺。そう、麺にアーサが練り込まれていて、それをつけ麺として食べることができるので、つけだれにごまだれか醤油だれか入れるんですけど、それにつけて食べることができるっていう。沖縄そばのつけ麺、変わり種ですよね、本当に。チキナそばっていう沖縄そばもあって、3種類のお肉とアーサが入っていて、それももう麺がツルツルもちもちなんですよ。で、優しいカツオだしで合う。美味しかった。豪華。本当に美味しかったですね。もうツルツルの、とにかくアーサが美味しいですね。行ってみてください。美味しいよね。沖縄そば本当に美味しいです。ツルツル麺が、ぜひ行ってみてください。はい、はい、そして私のおすすめのそば屋さんは中城村にあるチルゲーそばです。美味しい、美味しい、美味しい。もうかなさんと水木さんがすごいもう前から推してて、私は水木さんと一緒に行ったんですけど、もうですね、美味しかったです。美味しいですよね。あちらも古民家ですよね。古民家の赤瓦屋根のお店の中で食べることができるから、またスープと麺が選べるので、もうその時の気分に合わせてぜひ皆様も楽しんでいただきたいですね。あとジューシーは、ね、あー、そうそうそう、美味しい、ね、ランチタイムはね、ジューシーが一杯ついてくるので、お、無料で、無料で11時から15時の間、うん、はい、なのでぜひその時間に、ね、はい、来ていただけたらと思います。もう本当に行ってほしいです。またチュルゲーそばさんの動画は後日上がりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、そして、まあ、4つ目なんですが、まあ、これはお蕎麦屋さんというよりかはパーラーなんですけど、まあ、沖縄にはあの簡易店舗のパーラーっていうお店がたくさんあるんですけれども、そのパーラーのお蕎麦がとっても美味しくてですね、パーラー徳ちゃんですね、那覇市の泊港の近くにあるパーラー徳ちゃんですね。ここは本当に美味しいです。美味しい。もうあとお母さんが優しくて、あったかい気持ちになりますよね、もう素敵な方がね対応してくださって、で朝5時から空いてるので、まあ、早朝朝ごはんにおそばをいただいてもいいですし、はい、あとお昼に行ってもいいしね、本当におすすめです。で380円から食べることができるので、ね、もう本当にパーラーとかのさ、お蕎麦って美味しいよね。ああいうお蕎麦いいですよね。プラスチックのお皿に入ったら、白の器のね。ああいうの大好き。こんなこれ食べてから、あれなんか結構スープまで飲み干してたの。わかる。ああいうタイプの飲むのもね。わかる。そうそう、飲んでしまうよね、全部。
だし、美味しい、なんかあったかい気持ちになる、うんね、家庭の味みたいな、あと人柄もいいですし、で手作りの前菜も置いてるので、ぜひ皆様もパーラー徳ちゃん行ってみてください。そして私のおすすめのお蕎麦屋さんが名護市にあるさっちゃん蕎麦です。あ、行きましたね、行きましたね。3人でも行ったことありますし、ね、はい、先日カナさんと一緒に動画も撮りに行ったんですけど、もうね、あそこもね、美味しい。麺にもずくが練り込まれている、もずく麺も選べるし、だんだん白麺を選ぶことができます。もう向こうはね、あのかなさんが食べたさっちゃんそばは三枚肉、ソーキ、軟骨スージカが乗ってて、もう豪華、贅沢な、ね、さっちゃんそばでしたよね。それがまたまた美味しいんだよね。美味しかった。もずくがスープの中に入っているので、ちょっとトロトロ、トロトロしたお肉の甘みが出て美味しかったって言って、そうそうそう、で私がいただいたのは手びちなんですけど、またね、手びちも本当に美味しくて本当に美味しくて、手びちも手びちって場所によって味も違うし、なんか多くは食べられないじゃないですか。で、あそこで出てきた手びちが4つあったんですけど、でもこの4つともペロリと食べれるくらい、味付けも濃すぎずに、だけどしっかり味がついてて、でも美味しいっていうので、すごく美味しい手びちだなと私は思いました。私がもずくが練り込まれてるもずく麺もいただいたんですけど、もずくのあの磯がふわって漂って、でそれでまたもう麺ももちもちで、スープと麺と手びち、具材が全てのバランスがすごいいい味を出してるなっていうお蕎麦屋さんでした。はい、でそして6つ目が宜野湾市にある沖縄そば米浜さんです。でここは実はですね、あのインスタグラムでここのお蕎麦屋さんがすごいおすすめなので行かれてみてくださいっていうメッセージが届いてたので、私行ってきたんですよ。でそこのわがままそばっていうのをいただいたんですけど、どうなった、もうわがままでしたわがままそば、うん、っていうのが塩軟骨、三枚肉、スーチカーが乗ってたんですよ。あのそういうことか、あ、そういうことか、そうそう、欲張りたい、欲張りね、私にぴったりでした、うん、いいね。そうそう、でしかも本当に美味しくて、でこのお肉の味付けもすごい美味しいですし、また麺ももちもちでつるつるで美味しくて、でまたお出汁も本当に美味しくて、あそこ母と行ったんですけど、母も結構気に入ってて、あそこはねまた行きたいなって思う、もうあれだね、ところでした、はい、お肉と沖縄そば上宮にはたまらない、そうだね、そうだね、水着にはたまらないおそばだね、うん、でまただからなので、教えていただいてすごい嬉しくて、でそこにまた行けたのもよかったなと思うので、ぜひ皆さんも行かれてみてください。はい、ということで本日は沖縄そばのおすすめを6カ所ご紹介していきました。第2弾ですね、はい、皆様いかがでしたか。また皆様のおすすめの沖縄そばのお店があれば、ぜひコメント欄で教えてください。そして本日は沖縄そばの日ですので、はい、私たちも沖縄そばを食べましょうか。皆さんもぜひ食べてほしい、ね、取り寄せもチェックしてみてください。この動画が参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったー。